席お付き合いのほどお願いしますけれども、我々仕事でいろんなところでおしゃべりをするわけですが、この間沖縄に行きましてね、あの沖縄というところは大変に四季の変化というのが分かりづらいところでございます。のべつにあったかいですからね、いつ春が来たかというのが分からないんですね。で、沖縄の子供たちをこう大勢集めましてね、君たちはどういうところでその春が来たということが分かるんだいとこう聞いたんですね。と沖縄の少年たち曰く、あの啓蟄というのがございましてね、穴からこう虫やなんかが這い出してくるわけです。でその時にあのハブというね、あの蛇みたい、これ蛇ですかね、あれが出てきて子供たちをこう噛むんですってね。そうするとそれが新聞記事になって、沖縄の少年が噛まれた、ああこれで春が来たんだなってことが分かるそうです。こういうのを沖縄ではスプリングハブカムと呼んでるんだろうまああのいろんな話というものがあるものでございましてね、本当ですよ。もう競技の子供たちというのは怖いですからね、あの大人よりもねセンスが鋭いですよ。ですからドラマなんかでもそうでしょ、大人の方が真剣に見てますね。子供たちはもうシャレでこう見てますから、こんなことあるはずがないよと思って見てるわけで、まあドラマにも随分いい加減なのがありましてね、最近私が見てる中でいい加減かなと思いますのは太陽に吠えろというドラマがあるんですが、あれもかなりいい加減な刑事ドラマでございまして、半年前まで渡辺徹が刑事やってたんですよ。あんな転がった方が早いような刑事がいるはずがないんですね。で今年の正月ですか、ご覧になりましたですかね、社長令嬢が誘拐されて3日監禁されてね、山さんがこうこんなになって助けに行くというのがありました。でこの3日監禁されてる少女なるものが髪型がピシッとしてるんですね。お化粧もきちんとしてるんです。で目に星作って山さんなんつってるわけ。こんなバカな話ないですよこれ。3日監禁されたら強姦ぐらいされてますからね。第一にあのお便所に行った形跡が全くないんです。だからこれからのドラマというのはリアリティを持たなくちゃいけませんですね。山さんが助けに行きますとね、髪がめちゃくちゃになってておしろいがはげてておっぱいがベロンと出てましてね、それにうんちとかおしっこの跡がありまして、山さんなんて言うと臭いのこれやる、夜なバーンって言ったよだいたいね、これからのドラマというのはそういうのが主流になるんじゃないかと思いますけどね。とにかくもう子供たちのなんというか目に耐えるものってのはなかなかそうできるもんじゃございません。で最近はお母さんたちが冷たくなりましてね、こういうこと言うと反感を持つ方もいるかもしれませんが、私どもがご幼少の頃の方がお母さんというのは優しかった。というのはね、小さい頃に必ずこういうこと聞くんですよ、子供が。ねお母さん、なんでお父さんと結婚したの。これは別にね、お父さんとの馴れ初めを聞きたいわけじゃないんですね。自分のお父さんがどのぐらいのポジションにいる人か知りたいわけです。うちで威張ってるけども世間で通用してるかどうか知りたいわけですね。それを母親の口から聞くのが一番手っ取り早い。ねお母さん、なんでお父さんと結婚したの。昔のお母さんその辺心得てますからね、そらそうよ、うちのお父さんはね頭もいいしね、駆け足も速いし背も高いしね、だからお母さん一緒になったのよってこういうふうに言うわけですね。一緒になったのよってこういうふうに言うとなんかいいでしょね、言ってこういう感じ。ご一緒にやりますか。いや、やることはないそうすると子供がね、ああこれはきっとうちのお父さんは偉いお父さんだと思えるわけですね。だから今のお母さんは旦那さんに構われない愚痴をもうダイレクトに子供にぶつけますからね、こういうふうに言ってくれませんよ。ねお母さん、なんでお父さんと結婚したの。それなのよ前から一度言おうと思ったんだけどね、お前が生まれたからなんてこと言うわけと子供が鼻血を出しながら、そうだったのかって納得するわけですからね。ほら大変にかわいそうなんですね。で今のお母さんたちってのはね、子供を偏食にするそうですよ。あの昔のお母さんはね、子供がおかず残すと食べなさいって言った。ところが今のお母さんイライラしてますからね、子供が残すとこれ幸いって食べちゃう。でこれやりますから子供が偏食ならお母さん豚になる、いいことないわけですね本当なんですよ。でも子供は増長してお父さんをバカにしますしね。これはある有名なあのヤクザさんの娘さんがね、本にした中からの話なんですけどね、あのヤクザさんの娘、ヤクザさんってことはないんですけども、ヤクザの娘なんて言うとやはりこう肩身が狭いんだそうですね。学校でお前んとこの親父何やってんだよなんてこと言われるわけと、ね、お嬢さんが帰ってきてお母さんに言うんですね。なんでうちのお父さんはヤクザなんてヤクザの商売やってるのってこう聞くわけです。そうするとそこのうちのお母さんがね、ちょっとあなたここにいらっしゃい、冷蔵庫の前に連れてって正座させるんです。で冷蔵庫をこう開けましてね、中見てごらんなさいね、あなたの好きな果物とかね、お菓子とかジュースがいっぱい入ってるでしょ。これいつもいっぱいになってるの誰のおかげ。お父さんが働いてくださるおかげでしょ。お父さんのことをちゃんと感謝しなきゃいけませんよ、こう言って育てた。でその娘さんがお父さんがヤクザなんだけどもちゃんと尊敬して大きくなることができたというんですね。だからこれはお母さんのね、教育の仕方一つです。一般のご家庭でもそうですよ。子供がね、親のことをバカにするようになったら、ちょっとマリコ、ちょっとここいらっしゃい、冷蔵庫の前座んなさい、あんたね、なんか見てごらんなさい、何にもないでしょ親子でお父さん刺しちゃったりなんかしましてこうなるといけませんけどね
まあ大体親ってのは子供を得なくしたいというこの心持ちに変わりはないんですね。でこの間ね歴史の本を紐解いてバラバラにいたしておりましたらね世界の三大聖人ってのが出てました。これが釈迦に孔子にキリストなんですね。でキリスト様ってのは偉い方です。ベツレヘムの馬小屋の藁の中で生まれたというねミトナットみたいな人なんですけどねでこの人のライバルがお釈迦様。今から2500年ほど前にインドでお生まれになった南天竺マカダ国ガビラ城というんです。お父さんが常盆大王、お母さんがマヤ夫人といってこの二人の間に生まれたんですが、この人は生まれながらにして大きな罪を犯した。どういう罪かというと、お母さんのお腹の中に3年ミツキいたそうですね。これいた方もいた方なんですが、置いた方も置いた方ですよ。七夜なら塔に流れてますからね。でも生まれないのかって言うとそんなことはない。ある日のことひょこっと生まれて、生まれた途端にちょこちょこっと3歩歩いた。で周りで見てる連中が気味悪がって、なんだこいつおい、化け物だな、噛まねえからアマチャぶっかけろって。アマチャぶっかけたら平気でカッポで踊ったそうですけどでこの時に天と地を指さしまして、一世一代の名台詞、天上天下唯我独尊とこう言ったわけですね。天上天下唯我独尊、天地間に偉いのは我一人だと言った。生意気なやつだねこいつは。ミッキー安川みたいなやつだなおいいいからみんなで張り倒せってんだ。ボカボカボカって張り倒したもんですから、いまだにお釈迦様の頭ってのはコブだらけになってましたこの間あれをパンチパーマだって言ってた方がいましたけど、あまりお釈迦様はパンチパーマかけませんからね。そういうこと言うと罰が当たったりなんかいたしますから、さりげないフォローでございますけどもじゃあこの人がね一番お腹の中に何か聞いたのかって言うと、そんなことはないですよ。お隣の中国という国がある。この国はすごいですね。スケールが大きい。何しろ3000年ラーメン研究してる国ですからマダムヤンのいる国ですから、いろんな人がいるわけなんですが、老子様という人はお母さんのお腹の中に80年いたそうですね。80年。ですからおぎゃーと生まれた時には取り上げばあさんの方が23年が下だったという偉い方ですから、すぐにお弟子さんがつきまして、先生、今日は先生に伺いたいことがございます。ああなんだね、何でも聞きたまえよ。先生はお母様のお腹の中に80年いらしたそうでございますが、お母様のお腹の中というのはどのようなものでございます？ああ、なかなかいい質問だな。母の体内かい？暑くもなく寒くもなく、季節に例えるとちょうど秋だ。はあ、秋だということがなぜお分かりになりました？うん、時々下から松茸が出た。若干お分かりになってない方がいらっしゃるようでございます。これもね、ついて来られない方分かります。もう目がうつろですからね。鼻垂らしてムーンって言ってますからね、はっくり返していただきたいと思いますけども。じゃあ我が国はどうなのかというと、応神天皇という人がいましてね、この人は14代中愛天皇と神皇皇后様の間にお生まれになったんですが、この人がやはり3年みつきお腹の中にいたそうですね。弓矢八幡大武神といいまして、お侍さんの方の神様ですから、そういう方々が強く信仰した。中でも熱心だったのは徳川家でございますね。まあ300年の歴史を誇ると言われている徳川家でございますが、中で7代の将軍に家継という人がいましてね、この人は大変にかわいそうな人。なんでかわいそうかというと、なんと4歳で将軍になったんですね。4歳、今の幼稚園児ぐらいですよ。だから国のことなんか分かりません。ご家来が来ましてね、これどうしますなんて言っても、ちょっと待ってね、もうすぐ筋肉マンが始まるからって話になったで、これじゃしょうがないだろうと思ってましたら、幸か不幸かこの人がお七つでご他界になった。大したもんですね。こんな子供でも偉くなるとお七つでご他界ですよ。ね、落語家ダメです。ごねたくたばったとおしまいですからね。覚えてらっしゃいますか、あの7、8年前になりますが、我々東京の方の大名人、三遊亭圓生という人が死んだ。ね、あれほどの名人が死んだんですから、これ新聞がさぞや大きく取り上げるだろうと思って、みんな楽しみに朝刊をバッと広げた。だから同じ日にパンダが死んでた。どの新聞も3分の2パンダの記事ですよ。国民的英雄パンダついに死すと書いてありましたね。横に小さく圓生さんも死ぬと書いてありました。で今楽屋で一番話題になってますのは、立川談志がどのように亡くなるかという話なんだろうな。この後全体100人に聞きましたってのやりましてね、談志師匠が亡くなるとしたらどういう亡くなり方がベストか、アンケートのナンバーワンが他殺でございましたけど、あら分かるような気がしますね。で2番目が選挙カーから落ちて死ぬというんですけども、どっちもありそうな話。ただまあ私の個人的な思い入れとしましてはね、あの方は落語に生きてる方です。もうね、落語のテープがうちに1万5000本あるんですよ。ね、小三師匠と喧嘩しちゃってますけどね、もうやることないからうちに閉じこもってテープ聞いてるわけですね。で夜な夜なあのノルモネストという睡眠薬を飲んで、水割りをこうキュッといって寝るのが日課でございますからね、それをちょっと飲みすぎるわけです。で、あくる日お弟子さんが言ってみると応答がない。合鍵で入ってみると男子が口の横から血を出してうつ伏せに倒れてるわけですね。で目の前にリールのテープがカラ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 回ってるんです。何のテープだろうと思ってこれをかけ直してみると、これがなんと小三師匠のラクダであった。
私はこういう亡くなり方がベストじゃないかと思うんですけどね。いかがでございますかね。これでいいということになれば、あとは皆さんとその日が来るのを待つだけなんです。案外ああいう人が長生きをするんじゃないかという評判ですが、さてこの家継ぐですけどね、なん話があっちゃこっちゃ飛びますけど、一つの話ですからついてきていただきたいと思いますが、7つで死んだんでお集めがいないんです。それはそうですね、7つでお集めいらば化け物ですからね、まだどうやったら気持ちがいいかも知らない頃でございますから、こういう時に徳川家ってのはシステムがきちんとしてまして、御三家から治るという決めがあるんです。御三家もう皆さんご存知だと思います。狭い会場でございますんで、声を揃えて一緒に行ってみたいと思います。よろしいですか。御三家です。はい、橋、船木、大門。世紀末的なギャグでございましたけども、これは尾州公に紀州公に水戸様でございますね。で、水戸様ってのは副将軍、さあというと印籠を出してカッカッカっていうだけですから、あれもうローリングソバットの世界ですから関係ない。尾州公と紀州公のどちらかが800万石の政権を握るわけなんですが、格で言うと尾州の方がはるかに上ですから、800万石は尾州のもんだという噂が巷に流れる。さあこれを聞いて尾州公喜んだんですがね、うっかりそういうとこ見せるとね、ご家来があいつは軽いやつだななんてこと言いかねない。ですから俺は嬉しくないという顔をするんですがね、人間嬉しいとついつい普段と違う行動するもんですよ。いつもは吹かない口笛吹いてしまいましたりね、中にはスキップ踏んで歩いたりなんかするもんですから、ご家来の方でも何かあるなって気がついたりなんかする。だから色紙出されたって、そう、それまではね、仲良きことは美しきことなんて書いてた人がね、それ以来不沈空母なんて書くようになった。評判があまり良くないんですね。で、いよいよお集めを決めるという当日、再会沐浴をいたしまして、水繕いをきちんと済ませます。尾州公のお上屋敷は、東京は市ヶ谷の自衛隊のところ。あそこからお加護を出しますと、友揃いも賑やかに、えいほーよれーとやってきたのが、四ツ谷の手前本城町。昔もただいまも朝の早い商売といいますと、まあ、お豆腐屋さんか鍛冶屋さんと決まっております。ねえ、鍛冶屋さん。最近亡くなった商売でございます。私が小さい頃はまだございましてね、私は幼稚園の頃に文京区の聖ペトロ幼稚園というところに通ってたんですね。で、ゆり組の阿部先生という先生がいました。おそらく半分ぐらいの方ご存じないと思いますけどね、阿部先生がね、村の鍛冶屋っていう歌を教えてくれたんで、よく歌いましたね。しばしも休まず土ふつしびきなんて歌うわけですね。江戸っ子ですから火が死になってしまうわけです。しびきとか歌うわけですね。と先生が鼻をかくが、歌がうまいわね、大きくなったら何になるの。はい、僕歌手になります。今落語家になりました、ね、3年前に東芝からレコード出したら廃盤になってしまいましたけど。で、この鍛冶屋さん、親方が真っ赤に焼けた金を金敷の上に乗せましてね、トーンと打つ。で、お弟子さんが向こう寿司というのをテンカーンと入れます。トンテンカーン、トンテンカーン。大変にリズミカルな響きなんですが、お籠の中でこれを聞いていた尾州公の耳にはトンテンカンとは聞こえてこなかった。じゃあなんて聞こえたかというと、テンカートーン、テンカートールと聞こえた。俺は800万石の政権を握るぞという思い出がございますから、トンテンカンが天から通り聞こえる、こういうことはありますよ。中日ドラゴンズの宇野選手がうちでご飯を食べてるんですね。そうするとね、テレビから安子稽古のイボコロリってコマーシャルが流れる。で、宇野選手の耳にはイボコロリって聞こえないんです。じゃあなんて聞こえるかっていうと、またポロリって聞こえるわけです。もう凶悪観念がある、落とすぞ落とすぞと思って守ってますからね、そういうふうに聞こえるわけですね。田中角栄さんが現職の総理だった時に九州に遊説に行った。自民党の幹部がピリピリしてましてね、しくじっちゃいけません、自分時です、2万円の昼食券を作って総理お食事券ですよと言って持ってった。ところが角栄さんにはこれが食事券と聞こえなかったんですね。で、なんて聞こえたかというと、お食事券と聞こえた。まだお分かりになってない方がいらっしゃる。角栄さんこの時は怒ったそうですよ。まあこんなクビだ。その人クビになりましてね、今自民党を辞めてアゴン州に入ってるそうですけどね。人間の運ふんってのは分かんないですね。で、その角栄さんが倒れて早1年でございますよ。もう右手が今効かないんですね。で、リハビリというのをやってるわけです。ゴムマリを持たせてね、こう握力をつけさせるんですね。ところが角栄さん落としちゃうんです。で、持たせるとまた落とす、また持たせるとまた落とす。なんとか右手に握力をつけさせたいったら、頭のいい医者がいますね。竹下さんの人形をこさえて持たせたの。そうしたら一気に握りつぶしたそうですよ。まだどっかしっかりしたとこがあるわけなんですがね。で、このね、角栄さんでも聞き間違いをするぐらいなんで、人間ってのはそうなんですね。なんかこう負い目があったりとか思い込みがあると、そういう風に聞こえるわけだ。尾州公が天下取ると聞こえても不思議のない話でね、おみくじで大吉を引いたみたいないい心持ちになってお城へ上がります。
尾州公と紀州公のお座は出来上がっておりますから二人がピタッとお着座になる。前の襖が左右に開かれます。出てまいりましたのが総衆は小田原の城主大久保加賀の神。まずは格が上でございます尾州公の前にピタッと両手をつきまし、この度七代の君お七つにてご他界に相なりお跡目これなく死の万民武育のため民間あって叱るべしと言った。つまりあなたに800万石の政権を握ってもらいたいんですがどうですかと聞いたわけですね。この時に尾州公がたった一言うんって言えば何でもなかった。良いお返事をしてねうんって言えばよかったんですが、言おうと思った時に周りの世間体が気になったんですね。日本人ってのは特にこういうところがありますね。あの絶世の美人を前にした時に国柄が出るって話があるんですよ。日本人というのは後でこうスケベとか言われたくないから世間体を気にしてねお前行けお前行けって譲っちゃうでしょ。アメリカ人こんなことしません。ずうずうしいですからね。 How do you do? 今度いつデートしますか。積極的です。フランス人はキザですからアビネミネミネミネムーンなんてのがいいな手の声ブチッとキスをするわけで、ソビエト人はというとクレムリンに電報って指示を仰ぐってるあのサラリーマンの方でねカラオケなんか歌いに行くと最後まで歌わない方いるでしょ。あの部長クラスでいますね。もう部長どうぞ一曲って言われるまで絶対歌わないんです。歌いたいんですよ。頭の中でカラオケのページめくってるんですよでも当たり前なんかガシ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 かじりながらね誘ってくれると待ってるんですね。こういうの良くないんですよ。とも部下がねああもう歌わないんだなと思うから上司のレパートリー歌っちゃったりなんかすると隅の方でチッなんて下落ちしまして、ね、あくる日行ってみたら部下左遷ですよ。もうくっちゃろ視点なんですよ。飛ばされてね生涯熊とじゃんけんして終わっちゃうわけですからこれじゃかわいそうなの。もうやりたければやりたい欲しければ欲しいと言わなきゃいけない時代に来てるんですね。じゃあ尾州公はこの時なんて答えたかというと世は徳数してその人にあらずと言った。つまり私はまだまだですよとへり下っちゃったわけ。大久保加賀の神はこれはいらないんだなと思うから今度は紀州公の前へ行きまして、ね、この度七代の君お七つにてご他界に相なりお跡目これなく死も万民武育のため任官あって叱るべし。さあ尾州公気が気じゃない。紀州のやつが何て答えるかと見ておりますと世は徳数してその人にあらず。バカ俺と同じこと言って断ったよ。よし今度俺んとこへ来たら引き受けてやろうと待っと言えどもとズリをかけた。これは大きなズリです。800万石がかかってますからね。と言えどもです。格助詞の後に接続助詞が続くわけですからこの後にあんまりいい言葉は来ない。尾州公閉まったと思うけども手遅れ。死の万民武育のため任官いたすべし。へへという鶴の一声。これで800万石の政権が尾州公から紀州公へ移っちゃった。わずか5秒のためらいですよ次の間に下がった尾州公がっかりした。もっとがっかりしたのはご家来。それよりがっかりしたのがお加護を担ぐ人。早い話ががっかりの塊が市ヶ谷へ向かって歩き始めたわけですね。でやってきたのが先ほどの本城町。相変わらず鍛冶屋の親方がトンテンカーントンテンカーン。ところが何度聞いても尾州の耳には天下取ると聞こえる。おかしいな世の耳には天下取ると聞こえるが待てよ紀州は利口もんだからな一旦引き受けておいて私には任が重すぎますとこっちに使いをよこす。そうそうに違いない。そうでなかったら天下取ると聞こえるはずはないどっちにしても幸先の良いことだとお加護の窓を開けてひょいと見る。鍛冶屋の親方が天下取る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 てん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 打ち上げた真っ赤になった金を水の中にずぶり途端にキシュやりづらいわけでございまして、今横でモニターを見てましたら三平師匠に似てますね。あの方ああいうふうにやってます。なんか懐かしい思いをいたしましたけども、あの人もまあ漫才の他にいろんなことをやってる方で、まあ映画を撮りましたりドラマに出ましたり、私の方も今ドラマを撮っております。やってます役柄というのはやはり芸人ということで太鼓持ちの役でございましてね、調べていますと今日本に2人しかいないという絶滅寸前と言われてまして、ね、西表山猫が太鼓持ちかというくらいなんですけども、で役者さんというのは話し方ちょっと違いましてね、話し方というのはバカをやってるようでもどっかにまだ理性というものが残ってます。そこ行きますと役者さんは違いまして、スポットライトを浴びた途端に人柄がガラッと変わりましてね、
私のもらった台本なんですけども、読んでいましたらば、シーン52というところに、いきなり泣くというシーンがありまして、いきなり泣くと言われましても、その前全然違うことをやってるわけです。でそこで泣くというのは大変に苦しいわけですね。で私も先輩の役者さんにどうやったらうまく泣けますかと相談をしたんです。とその人が若手だった頃の、苦心話というのをいろいろと話してくれたんですけど、その人は本番の前にですね、セットのところにちゃんとマネージャーさんを待たしてまして、マネージャーが靴を脱いで待ってるんですね。で本番近くなるとその人の頭をスコーンとこう張り倒すわけです。と涙が出てくるのをこぼさないようにそのままセットへ入りまして、で本番でわーっとこう泣くわけですね。でそういうのは嫌だってそう言った。で他に何かないですかと言いましたら、じゃあハッカ棒を使ってごらんなさいという。ハッカ棒というのは瀬古の役者さんが泣くときによく使いますね、氷砂糖を細かくしたような棒がありまして、それにハッカが塗ってあるんですね。でこの目の下のところをこう塗るんです。でそうすると30秒ぐらいするとどんな人でもわーっと涙が出てくるんですね。でこれある新人の役者さんなんですけども、本番で失敗しちゃいけない、どのぐらい塗っていいか分かんないわけですね。でとにかく涙が出ないとしょうがないというんで、下だけ塗ればいいんですけども、下と上と両方に塗りまして、だから本番だったら目が開かなかったそうですけどまあいろいろなまあ苦労というのがあるわけなんですが、最近はまあ時代とともにいろんなものが変わってまいりまして、中でこの乗り物という体操が変わりましてね、最近はリニアモーターカーなんというのが開発されまして、あれが実現しますと東京と大阪の間を30分でビュッと走るそうですね。30分でビュッと走ります。今その設計図を書いてる人が1号を積みに行ってるという、なんとなく暗い将来を暗示してるような気がいたしますね。でいろいろと調べてみますと、昔は橋というものがあまりございません。ですからその代わりをいたしておりましたのが渡し船というやつで、ただ今の馬屋橋というところ、あそこは昔御前屋の私なんていうことを言いましてね、本所方から来る旗本や御家人が主にこれを利用して、ついでに町人も乗せてたんですね。まあ、乗り物でございますから混み合う時刻と申しますと、昔もただ今も変わりはございませんで、お天道様が下へ降りてくる夕方近くなるってえと、船の上はいっぱいの人でございました。あらかた乗ったんでもうよかろう、船頭がもやいを解いて竿をぐーっと張ります。船が川の中へずっと入ってまいりますと、桟橋の方から待てバラバラっと駆け出してまいりました一人の若侍、ポーンと弾みつけて船へ踊り込む。こら邪魔だ町人。なんだ町人の分際で生意気に人間の形をしておる。こら邪魔だ町人、おそっとそちらへ参れ。ご勘弁を願います。いやこれね、船がここまでしかないんですよ。これからこっち行っちゃうってとね、川へ入っちまうもんですから。かまわん、川へ入る。おとなしくしておりますんでね、一つご勘弁を願います。ならばよいか、口を聞くでないぞ。口を聞くなよ、瞬きをするな、息を止めろ。言いたいこと言ってましてね。この侍年の頃はってえと27、28、エラの張った顔をしておりまして、真ん中に鼻がデーンとあぐらかいてまして、ね、でその鼻がクッと上を向いてるんですね。でその上に二つ目玉が据えてあって、その上を一本眉毛がゲジ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 と通ってましてね、何のことはない子供のいたずら書きみたいな顔してました。なりまって言うと黒の一所もんつきに名古屋の袴を履いて取材の大将を落とし出しにしております。この侍町人を周りにどけるって言うと、どうのまんとかへどっかり腰を据えまして、ね、しばらくするとおよそこの身なりとは不釣り合いな銀のキセルを出してパクリパクリとやり始めた。このキセル横を見るって言うと肥沃の門が彫ってありまして、ね、まあ肥沃の門と言いますのは、自分の門と惚れた女の門を一緒にするという、昔は大層粋とされた門、まあ今でもそうですな、娘道成寺なんという舞踊があります。玉三郎さんなんか客席にバーッとこの手ぬぐいを放るときに一度こう広げますね。その時に門がこうぶっ違いになってる、あれを肥沃の門と言います。いわく因縁があるんでしょう、今までこういかめしい顔をしていた侍がね、この門を見るってえとニタッと笑う。なんとも気味が悪い、何匹目かの手玉をはとこうってんで船びり持ってって、これを一つはたいたやつ、ラオヤさんの殺しがかってたか、それとも500回前か、眼首がスポッと抜けるってえと川の中へボコボコッと、しまった、船頭船を止め、身の向きされたが首を落とした、船を止め。どうなさいました。キセルの眼首を落としたんで船を止めろ。さようでございますか。そりゃまあね、お気の毒ではございますがね、一旦出した船ってのは止まらないことになっておりまして、まあおまけにこの辺は流れが急ですからね、からもらったってまっすぐに沈むとは限っちゃおりませんよ。キセルの眼首でございましょう。それがまあね、畳一畳敷きもあろうってもんなら別ですがね、そう小さなもんじゃ見つかりませんで、一つお分けらを願います。いや今ここへ落とした、ここだ、よほど悔しかったんでしょうね。吸い口で船べりガリガリ削り始めた。
周りに乗ってた連中は思わずやったなんて思うんですよ。うっかりそういう顔するとなんだその顔はなんて言って何か言われちゃいけないと思うから今のは偶然見ていませんでしたって顔しましていろんなとこ見たりなんかしまして中にはおかしくてしょうがないやつやなんか腹でぐっとこらえるんでねほん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 って笑ってるとこの侍のそばに座っておりましたのが双子の着物に小倉の帯資料はしょって方々に次のあたった畜産の桃式がそれでて頭あってえと手縫いで吉原かぶりをしておりましてそばに置いてあります鉄砲ざりにはかりがつったはいそに入ってようというこれはまあ言わずと知れたくず屋さんでちょいとごめんなさいちょいとごめんなさいダー様もったいないことをいたしましたな。ダー様がトンとはたいた時にドキンといたしましたよ。銀でございましょう。もうねこういう商売しておりますんで一目でございます。吸い口だけになりましたですな。それいかがなさいます。吸い口だけスパスパやっててもあまり面白いというもんじゃございませんでな手前どもにお払い下げ願いないでしょうかな。もうこういう商売しておりますと方々行きましてくず屋さん吸い口があるよがん首があるよと声をかけられます。これでまあ御家になったもん同士くっつけ合わせますとまたいろいろ面白いもんができますんでそれはもう打算のことで高値に頂戴いたしますから一つお払い下げ願いたいようなわけでくずい。ご勘弁。それは治り。貴様いい度胸をしておるな。武士に向かってくずいと申したな。それだけのことを申すからには覚悟ができておろうな。不意打ちだ。ご勘弁でございます。勘弁曲がりなら身ともそれ生きてるの眼首を落としたによってなその方の眼首も落としてくれる。その方の眼首をこれへ出せ。その方のむさい眼首をこれへ出せ。遠慮するな。俺遠慮します。おい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 健ちゃんえれことになっちゃったな。おいバカだねクズ屋は。どうしてああいうとこで商売っ気出すかね。やっぱりクズ屋だな。ボロを出した。何を言ってんだよ。周りは言いたいことを言ってまして、ね、誰か止めに入ってやりゃいいんですがこういう時に止めに入るというのは度胸のいるもんと。この二人の様子を最前から友の方に座ってじーっと見ておりました一人のお武家。朝の上下を召しまして上から背張り羽織というのを着ております。年の頃は60をちょいと過ぎたというそばにおります中間に槍を持たせてあるところからこれはまあ本所方のお旗元で、あいやしばらくお待ちくだされ。なんだなんだご機嫌。いや手前はなあれをおりまして異彩は受けたままっております。ご貴殿のご福流は重々ごもっともでござる。近頃の町人というものは困ったものでな口の利き方一つ知らん。これなぜあなた方に向かってかようなことを申す。身どもあれにて聞いておって人ごとながら腹が立ったぞ。よくこの方様に詫び事をいたせ。バカもいかがでござる。ご貴殿のご福流はごもっともではござるがなここは一番勘弁に預かりたい。いや勘弁なりませんな。こやつは武士を愚弄いたしましたんでな無礼討ちにいたします。ではござろうがかようなものを切り捨てたところでだご貴殿のそのお越しの者の汚れにこそなれ決して誉れにはならんことでまあそう申さらんと。勘弁してやんなされ。許してやらっしゃい。なんだその許してやらっしゃいというのは。拙者はご貴殿の家来ではないぞ。いや身どもの言葉の悪しきとこは行方にも詫びをいたす。よしならばこういたす。どうだ身どもがこのくず屋になり代わって詫び事をいたすでな勘弁に預かりたい。この通りでござる。ふふふこれは面白い。ならば何かご老体がこれになり代わって拙者と真剣の勝負をなさるとこう申されるか。いやさようなことは申してはおらん。いやそう申した。このくず屋になり代わってとな拙者どのようなことがあってもこれを無礼打ちにいたす。これになり代わるんだったらば真剣の勝負員があるまい。さあ勝負させて。これは迷惑千万なこと。ならばどのようなことがあっても無礼打ちにいたすとこう申されるか。はい。ならば致し方ござらん。身ども元より望むところではないがなお相手をいたす。いやいやなれどここは戦中だ。乗り合いの者が皆迷惑をいたすでこういたす。どうだこの船を一旦元の岸へこぎ返して広々としたとこでお相手をいたす。
それでいかがでござる。ああ、望むところだ。船頭、船をこいかいせ。ってえと、若侍、鉄器に流行っておりますから、刀の作業をピッと取るってえと、たすき十字にあやなしまし、懐から手拭いを出すってえと、小さく折った鉢巻きの代わり、墓場の桃たちをぐいぐいと取り上げると、この大刀の表と裏のメッキにしみりをくれて、一つ取りを打たせます。人を駆け上げて、身をしっぱなへ片足かけて、あ、船頭、早くいたせよ。酔っ払って海老蔵みたいになっちゃいましてね。一方五郎隊の方はってえと落ち着いたもん、元の床へ戻ってまいりますと、せわり回りを脱いで片肌脱ぎになります。同じく袴田桃たちをぐいぐいと取り上げるってえと、中間に持たしてあった槍を受け取りまして、さよ払う、二三度ビュッビュッとしごいておいて、トーンと石突きを作ってえと、今までこうエビのように曲がっていた腰がピンと伸びたんでね、さながら船から生えたようで、おい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 、え、源ちゃん、えらいことになっちゃったの、おい。ありがたいね、どうも。俺っちは喧嘩が好きだよ。どっかでいい喧嘩に会えねえかと思ってね、江戸中探して歩ってるくらいなもんだよ、おい。お前ね、喜んでるけどね、これどっちが勝つと思う？どっちが勝つと思う？バカだな、お前は。見てるわけでそうなもんじゃねえか、え？これは若侍の勝ちだよ、おめえ。若侍、ここ見てごらん。黒くなってんだろ。あれ、メンズレってんで、やっとの稽古してんだよ。腕だって見ろ、松の木見て、こんな太い腕してんだ。ね？それに比べて、じいさん見ろよ。よぼよぼ、影が薄いね。え、あら、勝負分かってるよ。上上がるってえとあのじいさんがね、せこい槍でもってね、若侍覚悟をいたすよほほほなんてついてくんだよ。若侍が直座になってよけるだろ、槍がツッと流れた途端に袈裟掛け、後ろからやっと切っちゃうからね、じいさん血を吹いてうーんってんで倒れちゃうと、今度クズ屋、クズ屋、おめえがいけねえんだ、ご勘弁願います、うるせえ、やっと切っちゃうからね、クズ屋の顔がパクッと二つに割れちゃうね。じゃあ何かよ、おい、え、二人切っちゃうの？二人切っちゃうよ。そうなると大変、弾みがついてるから止まんなくなっちゃう。他に誰か切るやつはいないか、切るやつはいないかと探してんね。そこにね、お前の顔がバッと見える。こやつ、かような間抜け面をいたして武士を愚弄いたしておるな、その方の顔を切ってくれる、いやーってんでね、お前が切られちゃう。ちょっと待てよ、おい、なんで俺が切られんだよ。しょうがないの、俺が頼むから。頼んだよ、おい。お前はそう言うけどね、俺は違うと思うんだよ。え、よく言うだろ、年は取っても腕に年は取らせんてんだよね。あのじいさんね、さっきまで腰が曲がってたろ、槍をトーンとついた途端に腰がピンと伸びたんだよ。トンピンってんだね。あれだんげついかもしれねえよ。バカだね、お前は。よく見ろよ、なんであのじいさんが立ってると思うんだよ。あれ、そこに槍があるから立ってんだよ。あれ、槍どけてごらん、ペタッと元へ戻っちゃうから。お前、これはどうやってと若侍だよ。そうかね、俺はじいさんだと思うけど。周りは言いたいことを言ってまして、ね、船がいよいよ桟橋へ突っかかろうとすると、もう若侍の方は我慢ができないんでしょう。五郎隊、お続けめされ、ポーンと桟橋へ飛び上がる。おうと答えて、この五郎隊もつかつかっと来て飛び上がると思いのほか、持っていた槍をぐるっと大回しに回すってえと、石突きを桟橋にあてがって、グッ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 と二つ三つ押したんで、せっかく突きかかった船がスーッと元へ戻って、俺、船頭、何をいたしておる、かようなバカ者にかまっておらんと船を元へこいん返す、こやつ一人ならば喧嘩にはなるまい。なるほど、こういうわけだった、ありがとうございます。いや、こっちはね、どうなることかと思って心配しちゃったんですよ。どうもお武家さん、こういうことになっちゃったんで、ね、すいませんね、そんなに喧嘩がしてんでしたら後ろに柳の木がござんすんでね、それと特命でも何でもしてくないな。ありがてえありがてえ、本庄名物置いてけばらってんだい。おい、クズ屋さんっていつまでも泣いてんじゃないよ。え、お前さん首蹴られちまうとこだったんだから、ちゃんとね、お武家様に俺が申し上げなきゃダメだよ。源ちゃん、源ちゃん、うん、何、何じゃないよ。え、若侍ダメじゃねえ。ダメだね。俺、花パッと見た時にね、あ、これはもうじいさんの勝ちなんだと思ったよ。何を言ってんの、お前、なんつったよ。じいさんの影が薄いってそう言ったろ。だからね、薄い中にもどっか濃いとこがあるな。ひといもん買ってんじゃないんだ、お前。え、喧嘩ってえのはね、これだけじゃないの、ここがなきゃしょうがないんだよ。見ろよ、あの若侍の間抜けなこと。間抜け、誰が間抜けって、江戸で一番間抜けだな、あいつは。なんか言っちゃうか。それがいけないってんの。お前がなんか言って向こうが怒って飛び込んできたらどうすんだよ。こういうことは聞かなきゃダメだよ。船頭さん、どうだよ、あの若侍、あれ、泳げそうかい。え、泳げません。浮き合うね、またどうしてわかんの。うん、泳げるんだったら塔に泳いできてます。ちげえね、ケンちゃん。え、偉そうなこと言ってっけどね、あの若侍泳げねえんだよ。本当に、お前、
間違いないの？船頭さん間違いないかい？間違いない。あの野郎泳げねえで何か言って、よしよしよし、俺が鼻切って何か言うからみんなも続いてくれよ。おい三品この野郎、ここへ来い、ここへ。やっとるじゃねえか本当に。こっかこっちはお前喧嘩したくてうずうずしてんだから、ここへ来いバカ。ちょっと待って、お前は、お前どうでもいいけど目の前に相手がいなくなると強くなるね。相手が追い目だなってと傘にかかって強くなる。そう、俺は祝い物いじめの源ちゃんでね、お前もなんか言ってやれ、言ってやるよ。おーい悔しいか、いいことを教えてやるよ。悔しかったらな、両国橋大回りに待って追っかけてきな。残らうちへ蹴ってしょんべんして寝ちまう、本当に宵越しの天ぷら。お前も時々バカの分かんないこと言うね。おい、何その宵越しの天ぷらってえな、揚げっぱなし。言いたいことを言ってましてね、口だけじゃ物足りないってやつは船べり行って別館こうしたりね、ひどいやつになるって言うと着物まくってお尻叩いて見せてるやつはなんかい。一方かの若侍、船の行く手をじっと見ておりましたが、やがて純粋のような青筋がピッと死体のところへ立つって言うと手が後ろへ回ります。袴は脱いで帯がスルスルっとほどける着物を脱ぐって言うと大刀を背中に一本しょいまして、トントントンと弾みつけといて、ザブーンと川の中へ飛び込む。暫時浮かんでまいりません。源ちゃん、源ちゃん飛び込んだよ、飛び込んだね。おいバカだな、あいつは身投げしちゃったんだよ。身投げ、身投げじゃないよお前。身投げするのにどうして着物を脱ぐんだよ。そこだよ、やっぱりしつけがいいんだね。何を言って冗談じゃねえ、だから俺嫌だってんだよ。ちょいとごめん、ちょいとごめんなさいよ。あのお武家さん、あの若様ら飛び込んじゃったんですけどね、あれどうしたんですか。あの野郎が言うには身投げだったんですけども、あれ身投げですかね。何をたわけたことを申しておる。身ども飛び込む折にちらと見たがな、キャツはよほど水練に長けたやつと見えるぞ。水中をくぐりきて船の底に穴でも開け、一同を沈める所存であろう。冗談じゃねえ。おい源ちゃん、おめえがいけねえんだ。おめえが、なんで俺がいけねえんだ。お前ね、着物巻くとお尻叩いて見せたろ。見せたよ。お前のお尻は人に見せるお尻じゃないんだろ。毛だらけのバッタが迷子になるような、あのお尻見て飛び込んできたんだよ。どうすんだ、俺泳げねえんだから。失敗じゃないんだよ、その泳げないお前から泳ぎを教わったの俺なんだから。俺だって泳げねえ。冗談じゃないよお武家さん、あしら二人とも泳げないんですよ。なんとかしてくださいな。これ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 、一同の者騒ぐでないぞ、静かにいたせよ。そこは五郎隊、胆力ができておりますから、再び中間から槍を受け取るってえと船べりへやってまいりました。水面をくまなくあちらこちらと見ておりますと、五六軒先にプクプク落ちたものが僕がと、それが見る間に大きくなって、やがてガバ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 ッと水面に現れた時は、もっといが切れてザンバラかみ抜きて切って、さーっと船へ近づいてくるやつを、ほーれ、その方拙者にたばかられしを無念に思い、船の底をえぐりに参ったか。いや、落としたガン首探しに来た。ありがたくお礼を申し上げます、最近は随分ともう陽気も良くなってきたんですけども、方々でまだ風邪をひいていらっしゃる方なんかおりまして、我々商売でいろんなところへ行きますけども、ほとんどの会場で5本5本とやってる方が何人かいらっしゃるわけですね。でこの間私も健康管理のために人間ドックというのに入ったわけでございますけども、中でバリウムというのを飲みまして、胃の検査をするためになんだか白い液体をこう飲むわけなんですが、私はまずいまずいと聞いてた割には美味しくいただきまして、まあ、それは良かったんですけども、バリウムを飲んでからおトイレに行きまして、はっと気がついたことがありまして、バリウムをお飲みになった方はご存知だと思いますけども、用を足しますと白いものが出るんですね。あれは本来ああいうものというのはそういう色じゃないと思ってますからね、なんか群青色かなんかしてるもんじゃないかと思うんですけども、それが出し抜けに白いのが出るんで、はっとこう驚くわけなんですが、その時に旗とあることに気がつきました。最近は美化運動なんていうことを言いまして、街を少しでもきれいにしようという運動が流行っておりますが、どうかすると時々犬の糞なんかが落っこってまして、ね、それを踏んづけることがあります。踏んづけた時というのは嫌な心持ちなんですね。スニーカーの裏に何とも言えぬ感触が伝わってまいりまして、でそうかなと思って見るとやっぱりそうなんですね。で人目をはばかりましてレンガの塀こすりつけたりなんかするわけなんですけど、
あれ考え用なんですね。やはりああいう色をしてるからなんとなく汚い印象を与えます。ですから犬を飼ってらっしゃる方が食事の時にそのちょっとバリウムを混ぜておいていただく、これがいいんじゃないかと思いますね。そうすると犬が白い糞をするようになるんですね。で踏んづけた時も随分感じが違いましてね、グッと来た時にうんちかわお、こういう感じになるんじゃないかと思いますけど、しかしまあ最近は医療費なんかが値上げをしまして、ね、うっかり手術でも受けようもんなら目の玉が飛び出るほどわしを取られました。あたし手術をするくらいなら死んだ方がマシなんです。手術したら助かるなんて誰が言いました。こういう会話が実際に聞かれてるんだそうです。この間あるお医者さんとお話をしたんですけども、いろいろ病科がある中で何が一番難しいのかと言いますと、産婦人科の先生なんだそうです。でどういうわけかと言いますと、女性の生身の肉体に触れますからね、ベテランの先生になりますとニコッとも笑わないそうですね。この世の中におかしなことは何もないという顔をいたしました。はい、次の患者さんどうぞ。先生具合が悪いんですけども。具合が悪い人が来るんですよ。はい、口開けてください。あーんと大きく開けて。はい、わかりました。じゃあ洋服脱いでください。洋服脱ぐんですか。脱がなかったら診察ができないでしょ。洋服脱いでね、ブラジャーも取って、それからそのスカートいりませんから、スカートも取ってね。あ、パンティも邪魔です。パンティも取って、いや隠すことありませんよ。はい息を大きく吸って吐いて吸って、はい、わかりましたよ。先生どこが悪いんでしょう。扁桃腺ですね。いろんな先生がいましてね、これ産婦人科の先生が優しすぎるってと具合が悪いですな。はい、次の患者判定で来てもらいますよ。どっから来なはった。三丁目から。お名前は。長女みどり28歳。28歳。この患者判にお土産お土産。これ具合が悪いで、患者さんから見まして一番嫌な先生は何かと言いますと、アンケートのナンバーワンが歯医者さんなんだそうで、あれもまた不思議な商売でございまして。はい、大きく口開けてください。いますよこの歯どうですか。この歯、この歯痛いますか。この歯痛いますか。ちょっと削りましょう。ウィン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 ってな、あれがすごいんですね。神経を逆だねいたしますけども、先生も一日口を開いた患者さんとお話をしてますからね、しばらくすると普通の言葉が分からなくなるんだそうです。先生、ご飯の支度ができましたよ。先生、まあうちの先生一日患者さん見てると言葉が分からなくなっちゃうんだからしょうがない。先生、何がかかがかかや。あ、ご飯かい。分かったりなんかしました。こういうのを職業病というんだそうですけど、しかしまあこの医学の発達というのは目覚ましいもんで、とりわけて性病関係というのはすごいもんですね。寂しい病でありますとかね、梅の毒なんていうのが今簡単に治るようになりました。昔はそういう薬があまりございませんので、うっかりそういう病気を背負い込みますと鼻がポロッともげたりなんかしまして、ね、で最近はその薬のおかげでございますが、この方が安心をいたしまして、ね、海外の方にいろいろ出かけておりますね。韓国へ行きましたりですとか、マニラですとか台湾なんていうところに進出をしておりますが、東京にもそういう場所がないことはないんですね。今の浅草の観音様の裏手の方に吉野原というところがございまして、通称吉原なんていうことを言いますが、ね、今はトルコなんかこう並んでるそうなんですが、昔はあそこを遊郭と呼んだんだそう で、あそこで働きます女性のことを花魁と呼びまして、ね、どういうわけで花魁かと言いますと、キツネタヌキというのはおっぽでもって人を化かす、里の女性はおっぽを使わずに人を化かすところから尾がいらないんで花魁と言ったんだそう。あまり当てになった話じゃないんですけど、ね、とにかく口八丁手八丁でうまいことを言うもんで、本当にお前さんってのは骨があるからいけないんだね、骨がなかったら一緒になりたいよなんて言われますと、どうかすると家へ帰って深刻に悩んでる方がいました。そうか、俺はどっか行けねえと思ったんだけどな、骨があるからいけねえのか。ああ、ナマコが恨めしいなんて、変なもの恨めしがったりなんかしまして、また帰りしなに浮気をするってえと承知しないよなんてなこと言って二の腕のとこをつねってくれます。これは今でもキャバレークラブのしけ時によく見受ける光景なんですが、あれ伺っていますと別に惚れて詰めるわけじゃないんだそうですね。わずかばかりの銭でもって間抜け野郎の相手をしたと思うと悔しいってんで、向こうは悔し紛れに詰めるんですけどね、詰められた方はそうは思いませんから、どうかすると友達にそのあざを見せる人やなんか言いまして、おいおいおい、ちょいと見つからよこのあざ。あ、すごいあざだねおい、どうしたの、自転車にぶつかったのかい。自転車にぶつかった、そんな間抜けのあざじゃないよおめえ、中のこれ女だよ、うん、俺が切るったらね浮気しちゃ嫌だよってんで俺の腕つねったんだよ。あの女俺に惚れてるねなんてんで見して歩いてますけども、
あざの方だってそうそう長持ちはいたしませんからね。死後にしますと随分色が薄くなりまして弱ったね、おい。あと三人ばかし見せてえやつがいるんだけどな。まあいいか、誰も見てねえからな、こっそり色上げよ。なんてね、自分で色上げしまして、ね、もう一杯間抜けのやつになるって言うと自分で自分の腕に食いつきまして、おい見てくれよ、俺が消えるったら女が浮気したら嫌だよってんで俺の腕に食いついたよ。へえ、女の人は随分口がでけえな。そうそう、笑いながら食いついたから。バカな話があったもん。もうとにかくこの遊びの本場といいますと何と言いましても吉原でございますが、この周りをぐるり取り囲んでおりましたのが板橋千住新宿品川という、これを俗に四宿なんていうことを言いまして、この他にも岡場所と言われるとこが随分にあったようでございますが、なんつかおいさん、私のこと呼んでるってえのは。おいいのかい。ああこっち上がんないよ。ええー、まあまあそこへお座り。お前呼んだってのは他のこっちゃない。うん、こないだなお前んとこのおっかさんがうちへ来て泣いてったよ。聞くところによるってえと何だっていいじゃないか。お前このところ夜遊び、日遊びってんでずっと遊んでるそうだな。そんなことないですよ。私はただね、昼間うちでブラブラしてましてね、夜になると遊びに行く。それを俗に言いな、夜遊び日遊びってんだよ。うちへ帰らないこともしょっちゅうなんだろ。そんなことないですよ。私がね、帰らないってのはね、ほんのね仕事なんですから。ああそうか、まあまあな、お前にしたってなんだよ、お父っつぁんに話ができないことでもおじさんになら話ができるってことがあるだろ。お父っつぁんおじさんみたいな遊び人じゃないんだよ。お前は大事な跡取りだよ。いろいろ心配してるに違いないんだから。でその相手の女なんだけども、それは何かい、白かい黒かい。ええー、それがブチなんですよ。犬だよ。それじゃ素人かい黒とか言ってんの。あ、それでしたらね、辰巳の女なんですけどね。でおめえなんだ、黒だな。そうなんですよ、真っ黒なんです。なんだよ真っ黒ってな。そうか、でおめえなんだってその辰巳に出かけたの。いや去年の暮れなんですけどね、伊勢屋の婚礼があったんですよ。で若い坊が大勢集まりましてね、このまま帰るのは悔しいなってそう言ったらね、こっちの方から悔しい悔しい、こっちの方からも悔しいと声が上がりましてね、で平瀬へ出かけたの。深川の平瀬かい。でそこでもってわっと盛り上がりましてね、このまま帰るのは残念だなったら、こっちの方からも残念だ残念だ、こっちからも残念だと声が上がりましてね、それで出かけた。ああそうか、まあそこまで話は分かったよ。でおじさん一つ腑に落ちないことがあるってえのはな、その相手の女っていうのがお前に大層大金を用立てるように言ったそうじゃない。それなんですよ、お玉が私のことを考えてくれてんのは。いや相手の女お玉ってんですけどね、この間私が無人に当たったでしょ。でまとまったお足が入ったんですよ。でもお玉が言うにはね、伊野さんがそういう大金を持ってるってえと間違いを起こすから、私が持ってれば安心だからってこう言ってくれるんですよ。何を言ってんだろうねお前は。お前にはな、お父さんもいればおっかさんもいるんだよ。俺みたいなおじもいるんじゃないか。おめえにこれっぱかりも無駄遣いをさせるもんじゃないんだよ。まあおめえは気がつかねえかもしれねえけどな、おめえその女に騙されてんだよ。そんなことないですよ。とにかくおたま私に夢中なんですから。来年年が明けるから、年が明けたらお前さんのとこに行くから、おかみさんにしてちゃうだいなってなこと言われてんですよ。この野郎すっかりうじゃじゃけちめえや。分かった分かった、よし、おめえがそこまで言うんだったらな、これから一芝居打ってごらんな。でその女がおじさんの眼鏡にかなうような女だったら、お父っつぁんが何と言ってもおじさんがまとめてやる。本当ですかおじさん。それが本当だとありがたいんですよ。もうとにかくうちの親父ってのは固いもんですからね。どうしたらいいんですか。あのな、お前これから辰巳に行ってな、お茶屋にその女呼び出しな。でおめえができるだけしょんぼりとした顔をしてて、実はこの先でもって友達と一緒に一杯やって酔った勢いでもって喧嘩になって、その友達を殺しちまった。大事な友達を殺してこのままのこのこうちへ帰るわけにいかないから、川へ身を投げて死のうと思うんだがどうだろうと相談を持ちかけてごらん。で相手の女がな、どうぞお死になさいというような女だったら、ほらダメだい。橋の欄干に手でも足でもかけてごらん。首に縄つけてでも引っ張ってきな、おじさんがまとめてやるから。そうですか。いやそれなら大丈夫ですよ。お玉が芝居まで聞かないうちに目回すんじゃねえかと思って、そっちの方が心配なくらいのもんで、じゃすぐ連れてきますから、ついて行ってきます。これからゾロッとしたなりに着替えるってえと、横っ飛びに辰巳にやってまいります。おかみこんちは。あらまあ猪野さんいらっしゃい。話聞きましたよ、おたまちゃんから。なんですってね、大層の無人に当たったそうで、おめでとうございますそれでね、お願いがあるんだけど、ちょいとねおたま呼んでもらいてん。そうですか。いやそれは構わないんですけどね、あいにきと今部屋が塞がっちゃってんですよ。で一部屋ね、あの2階の突き当たりの6畳、あそこが今空いたんですけど、まだお掃除が済んでない。いや掃除なんざ構わねえんだよ。とにかく早送ってね、頼むよ。2階の突き当たりの6畳ってここだな。おい、なんだよおい。どうでもいいけど随分散らかってるなおい。
とっくりでもって配信ができんやなんだよ、まだお酒が入ってんじゃねえか、もったいないことするね。私がいける口だったら飲んじまうとこなんだけども、おや、なんだよ、こんなとこに巻きせんべいがあるよ。中に辻裏が入ったら、そうだ、これからお玉と会うんだからね、ちょいと占ってみようかな。何、花はさほどに思わぬけれど、辻らの文句なんざ大概決まってるね。花はさほどに思わぬけれど、今でもさほどに思わない。嫌な辻裏だね、おい。こういうのはよくないよな。もう一つやってみようかな。今度は大丈夫だ。私の方からあなたのお手へ。これだよ、こういうのが出てこなくちゃいけませんよ。ねえ、書いてやりたい離縁状。おたま、情けねえことになってきたな、おい。三度目の正直ってことがあるからな、もう一つだけやってみよう。今度は大丈夫だ。年が明けたらお前のもとへ。これだよ、ねえ、おたまと私の境界を歌ってるよ。年が明けたらお前のもとへ、きっと行きます断りに。おたま、なんだね、猪野さん大きな声出すんじゃない、下まで筒抜けだよ。それよりもね、よく来てくれたね、私お前さん来るの待ってたんだよ。持ってきてくれたんだろ、大丈夫なんだろ。おたま、俺えらいことになっちゃったよ。あら、決まってるよ、この人は。だから私があれほどそう言ったじゃないか。お前さん、なんだろう、あのわし使っちまったんだろ。そんなことじゃねえんだよ。おたま、俺の顔見てなんか気がつかねえかい。お前さんの顔見て、うんだね、少し太ったかね。そんなんじゃねえんだよ。なんとなくこうしょんぼれとしてんだろ。いや、実はね、この先でもって今友達と一緒に一杯やってたんだよ。で、酔った勢いでもって友達と喧嘩になって、その友達殺しちまったんだ。このままじゃのこのこ帰るわけにいかねえから死のうと思うんだよ。で、その前にな、おめえの顔を一目見たいと思って、それでここへ来たの。何、お前さん人殺したの。あら、やだね、ちょいと。なんてことすんだろうね、この人は。あ、そう。だけどね、お前さんに殺されるようなそんな間抜けな男がいるのかね。酔った勢いでもって、ちょっと待っとくれよ。酔った勢いってお前さんお酒飲めないだろ。お前さん結構じゃないか。そうだよ、俺別にお酒飲んだわけじゃねえんだから。何飲んだ勢いだから、ちょっとあの牛乳を。何言ってんだよ、バカなこと言ってんじゃないよ。だけどね、お前さん偉いよ、そうやってね、自分が悪いなと思って潔く忍ってんだろ。男ってのはそうでなくちゃいけないよ。まあ私もね、いろいろお前さんに世話になって別れるのは残念だけど、そういうこっちゃしょうがないからね。それじゃあ、死んでらっしゃい。なんでその死んでらっしゃいってな、お前そういう薄情なこと言うもんじゃないよ。お前いつも何つってんだよ、猪野さんがいなかったら生きてても何の楽しみもねえって、そう言ってんだろ。そんなこと言った覚えもあったけどね。でも楽しみなんてものはさ、またなんか出てくるしね。私やだよ、関わり合いになるのは。そうか、やっぱりおじさんの言ってたの嘘じゃねえんだ。おめえ俺のこと騙してたんだな。そうだな、おたま、なんだよこの人。ちょ、そば寄らないでおくれよ。どうにしょうがないね、目が座っちゃってんだから。どうしても死ぬの。いや、分かった分かった、死ねばいいんだろ。私がどうにしょうがないんだから、いや、そりゃ死ぬのは構わないけどね。どうやって死ぬの。私嫌だからね、変な死に方すんの。首吊ったりなんかしないよ。もうあれ身が悪いからね、こうなってこうなっちゃうからね。どうすんだい、これからな、川行って身を投げようと思うんだよ。川行って。あ、そう、私泳げないんだけどね。で、そんなところに飛び込んだりなんかして怪我しないかね。何言ってんだよ、これは死のうってんだから、怪我の一つや二つどうってことないよ。そりゃまあ死にますけどね。それじゃあね、こうしておくれよ。すまないけど、お前さん先にね、あの店の前に出てておくれ。いや、私だっていろいろし残したことがあるし、それにね、あのほら、指輪だの時計だのお茶屋に預けていくからね。お前さんにしたってそうだよ、何もそんないいなりして死ぬことはないんだから。水に潜っちまったら無駄なもんなんだからね。その羽織脱いだ方がいいよ。で、帯も解いてさ、着物を脱いで、なるべく身軽ないでたちで。俺は別に青梅マラソンへ出ようってんじゃねえんだから。いいんだよこれで。よくないよ、だからそのせめて羽織だけでも脱いといけないね。それでいいからさ、じゃあ俺先に行ってるからね、必ず来てくれよ。分かったよ。
よ。えらいことになっちゃったね。私なんかこんなことになるんじゃないかと思って胸騒ぎしてたんだよ。ゆんべの夢見が良くなかったね。蝶々夫人が帰ってこいを歌ってたからなんかあるんじゃないかと思ったけどね。まあしょうがないや、行くだけ行ってみよう。おかみさん、あの今ここのとこ猪野さんが通ったでしょ、怖い顔して。え、ニコニコ笑ってた。あら、とうとう頭にきちゃったんだ、あの人。あのこれからちょいと出かけてきますけどね、あの指輪だの時計だの預けておきますんで。え、大丈夫だ、遅くなりませんから、すぐに帰ってきます。ちょいと出かけてきます。あ、猪野さん、お待たせ。お玉きつくるたか、じゃ一緒に出かけよう。ってんで、これからお玉と猪之助が手に手を取りまして、やってまいりましたのが大川でございます。猪野さん、ちょいと猪野さん、どこ行くんだよ。こっからな、身を投げて死ぬんだよ。こっから、うん、まあ深そうだね、ここは。もっと浅い方行こうよ。大丈夫だよ、飛び込んでみて浅いなと思ったら逆立ちしたらすぐに死ねるからさ。どうしてもここがいいの。お前さんがいいってんだったらしょうがないけどね。で、どうすんだい。あのな、おめえが飛び込むんだなってとか分からなくちゃいけねえから、なんかきっかけが欲しい。きっかけが、ああそう、そう、何がいいかね。あ、じゃあこうしよう、私がね、南無阿弥陀仏ひーのふーのみってそう言うから、そしたらそれきっかけにしてドボンと飛び込んでおくれ。いいかい、南無阿弥陀仏ひーのふーのみだよ。もう私のことなんて構わなくていいんだからね。お前さん自分のことだけ考えて。分かったね。うん、それじゃあね、南無阿弥陀仏ひーのふーのみ。猪野さん、何してんの。何してんのって、おめえが飛び込む素振りが見えねえからさ、俺だって飛び込めねえんだよ。そりゃしょうがないよ、私が飛び込むわけにいかないだろ。私がお前さんより先に飛び込んでごらん、世間様が何て言うと思う。あの女は出過ぎた女だって笑うじゃないか。私そういうの嫌だからね。それでお前さんね、あまり私のこと考えんじゃないんだよね。もう頭空にして、死ぬんだなってそれだけ考えなきゃダメだよ。お前さん頭のどっかでもってお玉のこと考えてんだね。もうさ、頭のこっちでもって死ぬんだなと思って、こっちでもってお玉って考えてたら死ぬんだな、お玉と一緒にってこうなっちゃう。そういうことあんまり考えない。わかったね。うん、それじゃ行くからね。南無阿弥陀仏ひーのふーのみ。猪野さん、まだ俺はばかり減ってんじゃねえんだから。本当にもうじれったいたらしないんだから。ああそうか、お前さんなんだろう、私がここにいるからダメなんだよ、気が散ってね。で、私向こうの方へ行くからさ。大丈夫だよ、声だけ聞こえたらいいんだから。お前さんここじっとしててね、動いちゃダメだよ。冗談じゃないよ、ね、こんなことしてたら勝負上がったりじゃないか。本当に、ちょいと猪野さん、聞こえるかい。ああ、聞こえるよ。それじゃあね、飛び込んでおくれよ。南無阿弥陀仏ひーのふーのみ。飛び込んだかね。猪野さん、うん、まだいるよ。疑ってんだね、私のことを。しょ、そう、ここに石があるからね、これ私の身代わりにしちゃおう。猪野さん、お前さんが本当に飛び込まないから私もじれったくてしょうがないんだよ。先に飛び込んじまうからね。あの世行ったらね、蓮の葉っぱの上で初代元をね、南無阿弥陀仏ひーのふーのみ。お玉、おたま、飛び込んじゃったよ。おい、えれえことになっちゃったの。ほら、だから私は嫌だってそう言ったんだよ。どうしよう。あ、そうだ、これからおじさんとこ行って相談してこよう。おたま、ちょいと今おじさんとこ行ってな、話つけてくるから、いいか。それまで寂しいかもしれねえけどもな、え、あの、あ、そうだ、ここに石があるからな、これ俺の身代わりだと思って、いいかい、すぐ戻ってくるからな、成仏してくれよ。南無阿弥陀仏ひーのふーのみ。飛び込んだよ。バカだね、私が飛び込んだか石を掘り込んだか分かりそうなもんじゃないか。桑原、桑原、冗談じゃないよ。え、死神に取りつかれたってのはこういうこと言うんだろうね。あ、そうだ、それよりね、私あのお茶屋に指輪だの時計だの預けてあるんだからね、それ取ってこなくちゃ。お玉、本当にすまなかった。うん、これから家へ帰ってな、おじさんにもそれからお父さんにも話して、おめえのために大きな墓をこしらえてもらうから成仏してくれよ。え、悪いな、俺じゃねえんだから。うん、化けて出るんだったらおじさんのとこだけ出てくれりゃいいんだからな。本当にすまなかったな、勘弁してくれよ。え、だから嫌な心持ちだね、背中からね、水をざらっと浴びせる。そうだ、俺お茶屋に羽織を預けてある、あれ取ってこなくちゃってんで、悪いことはできないもん。
片方は指輪だの時計だのが預けてある、片方は羽織が預けてあるってんで、いい塩梅にこの二人が途中は出くわさなかったんですが、お茶屋の前でばったり顔を合わせまし、あ、おたま、あら、猪野さん、まあしばらくしばらく、この野郎いけしゃしゃと、何がしばらくだい、たっとお前さんシャバであったきりじゃないか。一席お付き合いのほどお願いします。最近は義務教育というものが随分と盛んになりまして、字の読み書きができないなんて方はまずいらっしゃいませんけども、昔はそういう方が町内に何人かいましてね。おう、何してんだおめえそんなとこで丸くなって。あ、どう、今ちょいとね、兄んとこへ手紙を書いてんですよ。手紙を書いてる、おたばなこと言ってやろ、おめえ字が書けねえんだろ。いいんですよ、兄は読めねえから嘘みたいな本当の話が随分とあったようでございますが、なんだいその俺に頼みたいことがあるってやら。え、実はね、兄の前なんですけど、私んとこへ手紙が来ちゃったんですよ。私は字が読めないもんですからね、ついて兄に読んだおらと思って、それで飛んできた。字が読めない、じゃあお前無筆じゃないか。え、今時無筆ってのは珍しいね。いや、まだ日本に無筆がいるって話は聞いてたんだけどな。お前か、生きている化石というのはそれほどのもんじゃないでしょ。いつもは隣の書生さんに読んでもらったんですけどね、今日はあいにくと留守なんで、だからまあどうしようかなと思っていろいろ考えたんですけどね、兄が普段からね、俺は世の中で知らねえことはねえなんて高慢な面してますからね、これ兄に聞くのが一番早いだろうと思って一本やるで飛んできたんですよ。お前はどうでもいいけど言いにくいことをはっきり言うね。おい、今何つったい。だからね、兄が普段から俺は世の中で知らねえことはねえなんて高慢な面して、ああこれかお高慢な、今頃おのいつけたって遅いんだよ。手紙ったらどれだ、それか、あ、よしよしよし、じゃあ読んどいてやるからな、そこに置いて、四五日したら取りにおいで。なんその四五日ってな、今すぐ読んでくれんじゃないんですか。今すぐ、お前は大胆なことを言うね。お前、手紙を今すぐ読んでもらおうと思ったらだよ、10日ぐらい前に速達を出すとか電報を打つとかね、それほどのもんじゃないんですよ。今来たんですからね、聞いて読んでください。ダメ、あ、お前はね、知らないかもしれないけど、俺本当のこと言うとね、鳥目なんだよ。鳥目？兄、鳥目ってのはあれ夜見えないんでしょ。そうだよ、今昼間ですよ。うん、そこなんだ難しいのは俺の場合はね、ミミズクの鳥目。なこと言わないでさ、読んでくださいよ。あ、それともなんですか、兄も字が読めないわけじゃないんでしょうね。なんだお前は、兄に向かって指を指したの。ちょっと手紙をこっちへ貸してみろ。こっちへ。お前悪い癖があるよ、自分が読めないから人も読めない、そういうもんじゃないんだからね。お前すぐそうやって人のことを選別するだろ。なんその選別ってな、バカにすること、それ軽蔑ってんですよ。どっちだって、どうさないんだから。こんなの、あら、なんだおい、これお前手紙じゃないか。手紙ですよ。驚かないってことは、さっきから手紙ってそう言ってんだから。いや、シャレで驚いたんだ今な。うん、で何かな、この手紙はどっから来たのかな。なんですか。いや、あの、どっから来たの、どっから来たのってそこに書いてあるでしょ。それ書いてあるけどね、お前がどこどっから来ましたったが早くていいだろ。なんで変だな。なんでもね、本所のおじさんのとこから来たらしいんですよ。本所のおじさんのところから。ああ、本当だ本当だちゃんと書いてあるな、本所のおじさまより八甲へと。そらおかしいよ。そらいつも読んでもらってるとね、本所のおじより八五郎様とか八五郎殿となってるんですけどね、今日はただの八甲ですか。なんだお前は、不服そうだね。おい、そうじゃ何かい、この甲の字が気にならないっての。え、バカなこと言うんじゃないよ、ね、昔から身分のある方、名のある方、みんな下に甲の字がついちゃう。だからご覧、お前、徳川家康公、織田信長公、豊臣秀吉公、みんな甲の字がついてんだな。中堅八公なんて見ろお前渋谷行ったら銅像になったら。犬と一緒にしないでくださいよ。中はどうなってますかね。何、いえ、中ですよ。中、お前はまた懐かしいことを思い出させるね、お前俺しばらく行ってないんだけどね、どうなったかな、あそこは。兄の言ってんの、それ吉原の中でしょ。そうじゃないですよ、手紙の中。あ、手紙の中ね、今読んでやる、ついた町な。うん、パラ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 。あら、字ばかりで絵が一つもない、森本手紙なんだから。あ、そうか。だけどなんだね、おい、こうやって見るってえと、お前のおじさんは長いことないな。
嫌だな。そんなこと書いてありますか。書いてあるね。俺ぐらいになると墨色判断といってね、墨の濃い薄いでもって人の寿命が分かるんだよね。まあ香薄墨を使うようになるってえと、腹投げ方はねえね。嫌だな。本当ですか。そんな薄墨、うん、兄ね、それは手紙が裏っ消しじゃないんですか。裏っ消し、本当に本当こういうものはお前、裏と表を改めて手品だよ。それじゃちゃんと読んでください。読むよ。あの、断っとくけど俺読み出して早いよ。世間でよく縦板に水なんていうことを言うけどね、トン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 と読むからね。あ、兄今の聞こえねえからもう一度って言うと、二度目は花と違うよなんか変な手紙ですね。それでもいいですよ。そうか、じゃあ早く読むからよく聞いたらよ。トントンと行くからな。ヒヤリですね、まるで。随分絵が長いんじゃないですか。そう、その方が組みやすい。試着だよ、それじゃ。全文ごめんくだされたくそうろうしからばしとくでしめしまいらっそうろう。背景のぶれば一筆形状しの用心。おせん泣かすな、うまこやせと。お前このうちどれがいい。どれがいいって。それ書いてあるのがいいですよ、お前。書いてあるのって言うけど、これだけあれば、あ、それがいいなってなんかあるだろう、お前。ないの。あ、そう。じゃどうだい、この全文なんてえな。ええ、まあ、それは聞いたらね、それでいいですよ。そうか、よし。じゃあお前のリクエストに答えてね、全文で読んでやるから、よく聞いたらよ。全文ごめんくだされたく候しからばと。どうだ、ね、読むやつが読むとトントンといくな。聞いてて心持ちがいい。うん。全文ごめんくだされたく候しからば、全文ごめんくだされたく候しからば、全文ごめんくだされたく候。さて、八甲や、あばよ。なんすかそのあばよってな。ちゃんと読んでくれないよ。もう使いの人が待ってるんですから。何おい、使いがいるの。バカだねお前は。どうしてそういうこと早く言わないんだよ。あとお前、日本ばかり前に出ろ。お前はそうか、使いがいるのかなんとなく目の前が明るくなってきたなその使いのものったら、どういう入れたちをしてた。どういう入れたちってね、反転着て古式持ってましたよ。反転を着て古式を持ってた。それが何かの手がかりなの。警察だよそれじゃ。お前何か借りたろ、おじさんに。布団かなんか借りたって、それをこう取りに起こしたとかさ。そういうことないの。あ、そう。で胸に手を当ててよく考えてごらん。考えるって言うと、あ、これかなってのがあるから。あ、そうですかね。胸に手を当ててよく考えてこれか。ありました。いや、この間ね、朝近所の子供を連れて上野の動物園行ったんですよ。その帰り道に広越の頃でばったりおじさんに会いましてね、何でも今度お客を通すからお棚から本膳を借りてほしいってね、そんなこと言ってましたよ。そうだろう。俺もそうじゃねえかなと思ったんだよ。うん、それがこの辺に書いた。だけどお前読めないだろ。お前化石だから俺が読んでやるからよく聞いてろよ。全文ごめんくだされたくそろしからば。さて、八甲や、この間お前が子供を連れて動物園に行った帰りに広小路の彼でばったりと会ったっけな。なんか足の言った通り書いてありますね。それにいつも読んでもらってるとね、涙で五座候ってのつくんですけどね、今日会ったっけなですか。うるさいのお前は。五座候がつけばいいの。わけないんだよ、つけて読もうかね。さて、八甲や、この間お前が子供を連れて動物園に行った帰りに広小路の彼でばったりと会ったっけな。五座候ろね。その時頼んでおいた本膳を借りておくれよと。どうだ。あ、それおかしい。それおかしいですよ。え、だってそうでしょ。何で五座候ろってんだ。その後に送れはおかしいですよ。お前本気でそれを言ってんの。お前は、え、物を知らないね。この遅れよというのは大変な言葉だ。これはね、里言葉と言ってね、昔おいらんが使ってた。ああいう里へ行くってえとおいらんがちょいとハスになってね。主は今度いつ来てくんなます。今度来るときああしておくれよ、こうしておくれよってんだ。いい文句だろな。こういう粋な文句を知ってるとこを見ると、おめんとこのおじさんは昔おいらんか。冗談言っちゃいけませんよ。うちのおじさん男ですよ。あら、お前んとこ男。いや、どこだって男ですよ。ねえ、本膳はね、何人前って書いてありますか。本膳、ああ、本膳書いてあるな。本膳の儀はうまいとこだそうろうだな。なんですか。いや、なんですかじゃないんだよ。ね、本膳の儀はうまいとこだそうろうだな。はあはあ、
そのね、本殿の庭ってとこまでわかるんですけどね、何人前がはっきりしない。お前は人の話をぼやっと聞くんじゃないよ。ね、話しての口元を見なさい、口元。じゃあ今度ゆっくり読むからよく聞いたろ。ね、うん。本殿の庭、前にとこだそうろうだな。ああ、そうですか。じゃあ5人前ですか。そうそうそう、5人前。でもこの間10人前ってそう言ってましたよ。お前は何か俺に恨みがあるな。あ、横に正し書きがついてた。ただし10人前いっぺんに運ぶってえと落としたりなんかして危ないから、5人前ずつ2度に分けて運んでおくれよとしてあるな。ああ、そうですか。それなら分かるんですけどね、ええ、だからなんかつくものありますかね。つくもの、ああ、つくものも書いてあるな。おしらも借りておくれよ、つぼも借りておくれよ、おざらこざらも頼むよと。箸なんだいちいち洗ってケースのは面倒だから、前の荒物屋で買うからいいよとしてあるな。へえ、それ本当にそういうふうに書いてありますか。ほら、お前ちゃんと書いてあるよ。本当に、本当だよ。だけどおじさん家の前は崖ですよ。お前んとこのおじさん家の前崖か。あ、隣だ。どっち隣です。右隣、右隣警察ですけどね。で、左だよ、左消防署ですよ。それじゃ何か、お前んとこのおじさんは前が崖で右が警察で左の消防署の間に住んでんのか。ずいぶん不自然なとこに住んでんの、お前のおじさんは。もっとも近頃消防署で箸を売らなくなったって。前から売りませんよ。で、さっきから聞いてるとチョコがないんですけど、チョコはどうなってんの。うるさいの、お前は。チョコ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 、あったあった。おひら定時があんまり大きいんでその陰で見えなかった。お付き合いのほどお願いします。話の方によく長屋というのが出てまいりまして、長屋というのは今で言いますマンション、あるいはアパートをドテッと横に倒しまして、みんなで気を合わせて汚くしたようなとこなんですけど、でこういうところに住んでる人というのはさぞかし暗い日々を送っているんだろうと思いのほか、そうでない。あまり貧乏というものを苦にいたしません。名もなく貧しく美しくというのをモットーにしておりまして、そういう長屋のある小春日和の風景でございますが、なんすかこんな大勢集めて、なんかあったんですか。いや、みんなに来てもらったったのは他のこっちゃねえんだよ。いや、さっきね、親のとこから使いが来てね、仕事が済んだら長屋36軒揃って来つくれったんだね。え、まあ親のとこから使いが来るようじゃ、ほら、ろくのこっちゃねえだろと思ってね。あら、来ました。あ、それはね、それは小言ですよ、それはね。え、向こうは小言司会長ってのを持ってますからね、今日はどの子を小言を言おうかなってんでこう選ぶくらいのもんでね。まあ私の思うにはね、親さんとこの猫食っちゃったってあれでしょ。すごいことしたね、おい。お前が食ったの。私、いや私じゃないですよ。この間みんなで集まった時に誰言うとなくね、どうも近頃肉を食わない、骨離れがしていけないって、駆け出すとカサカサ音がする。人間の肉はどうしたら食えるだろうっていうことは穏やかじゃないですよ。そのうちにみんなが部屋の隅の方に集まってね、私の体をじっと見ながら、ご覧、トメちゃんの肉はなんか締まっててうまそうだね、あの腕のあたりなんかいい出汁が取れそうだよ。私はあれを聞いた時にね、ほらこのまま食べられちゃうのかなって思うぞ。あとさ、ちょうどそこへ来たのが親さんとこの猫なんですよ。ご飯を食べた後なんですね、お腹を膨らましてね、ミャーミャーホンテンって来たから、これだなと思ってね、黒べ黒べってとまた人懐っこい猫ですからね、ゴロニャーなんて寄ってきた。で、手元に来たところ、後ろにあった負けざっぽでもって眉間のところ叩くってとふにゃ倒れちゃった。手からベリベリベリっと皮を剥いで、肉は皆さんにご馳走したとこういうわけなんですけどね。じゃあ何かよ、おい、俺たち食ったのあれ猫の肉。そうですよ、一番食べたのはこのトラちゃん。だからご覧なさい、近頃資源が濃くなったでしょ。で、顔洗う時にこうやるんですよ。ちょっと待ちこの前、それは違うんじゃねえか。え、いや、それだったらね、食ったやつとやったやつだけが呼ばれそうなもんだろ。俺は食ってねえんだからね。まあ俺の思うにはね、チンタの生息じゃねえかと思うんだよ、タナチンの。なるほど、おめえの言う通りね。あの親さんはタナチンを取らねえ、そこいいとこだけどね、ちょいと取らなすぎるよ、ね、この辺でまとめたところって三段に違えねえんだから、ちょいとね当たっとこうな。おめえどうなってる、タナチンの方は。は、タナチンだよ、タナチン。あ、タナチン、私これだけですよ。なんだこれだけって指一本出して、一つかい。一つじゃないんです、とうとう願いましょう。とうとう、バッ、とうだったらとってこうやって出したらいいだろ。これどうしたって一つだよ、よく見てください、ここのとこにゼロが隠れてる。とうとう願いましょう。願うな、そんなもんな。その向こうは俺だけ。
なんだ、同じようなやつが増えちゃったよ、おい。なんだ、指3本出して。30か？何よ、指が3本だ、おい。3つに決まったら3つに。うん。じゃあ何かい？ 3 つ溜まってんのかい？ 3 つしか入れてねえんだよ。あ、すごいやつがいるね、おい。いつ入れたんだ、今年か？今年入れたら、おめえ、溜まってねえも同じだよ。まあ、そう言われてみればそうだな。じゃあ去年か。去年だったら、俺はこういう形をして町内駆け出すん。で、一昨年だったら、親の方から礼に来る。嘘だよ。一体いつだよ。いや、俺もね、昨日、今日と思っていたが、今を去ること18年前。敵討ちだよ。ろくなやつ。あ、なんだ、彦さん。遅いじゃねえ。どうも遅くなりまして、申し訳ございません。どうなりました？あの、何ですか、タナチンの催促か？猫を食った子とかで揉めてる。ああ、そうですか。それで皆さんこうやって引き取った顔をして、それは大丈夫なんですよ。今そこでね、大家さんとこの番頭さんに会いましてね、話をいろいろ伺ったんですがね、あの大家さんとこの坊ちゃんと長井の子供たちが裏の新場でもって砂いじりをして遊んでたってんですよ。で、中でピカッと光ったものが何だろうってんで掘り出してみるって、これが金の大黒様でね、大家さん喜びましたよ。こういうものが出てくるっていうのは、近々長屋にいいことがあるに違いない。ついちゃ長屋の連中を呼んでご馳走したいとね、こういうわけなんですけどね。何？ご馳走？それじゃ何かよ、これ。コートじゃないの？おまんま？そうか、おまんまか。懐かしい言葉の響きだな。ほら、おまんまと友情という言葉が好きなんだよね。見ろ、お前、ここで泣いてるやつがね、ちょっと喜びの声を聞いてみよう。お前そんなに嬉しいか？嬉しい。おまんま食べてなかった。おまんま食べてない、食べてない。わらばっかり。馬だよ、おい。こういうのがいるんだからね、みんなでおってわっと、ちょっと待ってください。そのね、皆さん入る気持ちはわかるんですよ。それあなたね、茶碗と箸持って立ってないで、ちょっと座って。それ皆さんのお気持ちはわかるんですけどね、これ番頭さんが言うんですよ。なんか持ってこなくもいいとね、でも映えが映えだから、羽織の一枚も着て、めでたい口上の一つも言ってもらいたいと、こう言うんですけどね。誰が言うの？番頭が。生意気だね、おい。そりゃね、口が横に下げてんだから、口上の一つや二つはなんとかなるよ。だけどこれだけの貧乏長屋で羽織を持ってるなんてやつ、そりゃまあ羽織がなきゃおまんまが食べられないってのはよくわかんだよね。ちょいと聞いてみよう。あのね、誰かこの中で羽織を持ってるなんて言ったやつがいたら、ちょいと手挙げてもらいてんだけど、いるかい？おう、手が上がったよ。おい、クマちゃんだよ。お前大丈夫かい？大丈夫だい。羽織ってのは何だろう、おめえ。着物の上からバッと羽織っちゃうんだろ。そうそう、前んとこ紐でキュッと結ぶんだろ。本寸法、袖がなくて。それちゃんちゃんこだ、それは。他に持ってるやつはいねえかな。この場合紋付きというのは具合悪いんでしょうかね。なんか言ってるやつがいるよ、おい。祝儀不祝儀、紋付きの方がいいんだよ。持ってんのかい？おめんとか何かい？いつところもんかい、それとも見ところもんかい？は？いや、いつところもんかい、見ところもんかって。あ、手前どもはごく質素に、しとっところもになっております。あまり聞かないね、しとっところもってな。どこについてんの？背中にこう大きく丸つうと。それおめえ、印番ってんだ、それは。あれ羽織じゃないんですか？朝羽織だと思ったもんですから、先月妹の婚礼に来てっちゃったんです。バカだね、お前は。なんか言われたら言われたんですよ。あっちが言ったらね、そこのお兄さんぼやっとしてちゃダメですよ、この荷物を向こうへ運んでって運ばされた。それお前、運送屋と間違えられちゃった。ろくなやつはいねえんだから、他にね、もうちょいとまともなのはねえかな。物が物なんですけども、よろしいですか？なんだよ、物が物ってえな。炉なんですよ。あー、炉ってえな、ちょいと時期外れだな。大丈夫です、合わせになってますから。ちょっと受付変わろうじゃねえか。俺だんだん頭が痛くなってた。なんだその炉の合わせってな。裏なんだ、裏は。裏の新聞紙です。でも切られんだろ。え、切られんだったらこのせい贅沢言ってらんねえからな。ストップしてる、頼むよ。よし、これでな、羽織の方はなんとかなったよ。さて、工場だけどね、いいかい、みんな覚えといてもらわなくちゃ困るっていうのは、羽織が1名しかないからね。工場行ったらスッと戻ってくる。で、後のもんが羽織を着てまた出かけて、おしまいはわーっと行けば分かるねって、こういう寸法だから、頼むよ。羽織来たかい？あ、来たらね、ちょいと俺に来ちゃってくれ。ありがとうよ。じゃあね、後のもん順番決めといてね、行ってくるよ。ごめんくだい。ごめんくだい。はいはい、どんな、おやおや、なんだ、エロクさんかい。あ、ご苦労さんだね。あ、どうも大家さん、おめでとうございました。何ですか、受けたまりますれば、大家さんとこの坊ちゃんと長屋のガキどもが裏の新場でもって砂いじりをして遊んでたってんで、なんでピカッと光ったものが
何だろうってんでこれを掘り出してみるって言うと金の大黒様だってんでね、みんなそう言ってんですよ。こういういいものが出てくるってな、普段の大家さんの心だけがいいからだろう。いや全くの話がね。でまたみんながゴチになられるってんで大喜びなんですけども、なんですか、やるのもみんな来てますか。うん、それなんだけどね、まだ誰も来てないんだよ。ああそうですか、じゃあ私がね一っ走るって呼んできますから。そうかい、そうしてくれるってと助かるんだ。すまないね六さん、よろしく頼みますよ。お一致したよ。うまいね、どうもそつがないよこの人はね。この人のあと行く人は大変だよ。誰が行くの、え金ちゃん。ああお前さん行かない方がいい。お前さんはお前さん人前に出ると舌がつるんだから。なんだよ、俺だってこいつの一つや二つ言えるよ。言い出したら聞かないんだからしょうがない。じゃあちょいと羽織を着せてやってね。じゃあいいかい、落ち着いてしっかりやるんだよ。何やってや、みんなでもって俺のことバカにしてや、口座の一つや二つ誰だって言うんじゃねえ。冗談じゃねえよ。なんか表で怒鳴ってる人がいるよ。おお金ちゃんじゃないか、ご苦労さんだね。あ大家さんですか。うなってるけど大丈夫かよ。おい受け玉川へ行きますか。いやあんまり玉川行かないね。受け玉が曲がりますればと。言えた。言えないよ。それを言うんだったら受け玉割りますればそう言うんですよ。その後なんて言うんです。お前さんが言う。大家さんとこのガキと、うちのガキと、長屋のお坊ちゃんが、これあべこべだ、あべこべ、あべこべが遊んでたらなんか出てきた大黒様。みんなそう言ってんですよ。なんで長屋のガキは気が利かねえんだろうね。よしんぼ大家さんとこのガキが見つけたんですよ。ポカッと腹倒して持ってくればうっぱらって一杯飲めるって。そういうものを独り占めする大家さんも大家さんだってんですよ。そういうことをするようじゃろくな死に方しねえ。飲まんきよ。これ私が言ってんじゃない、みんながそう言ってるんですよね。ここだけの話ですけどね、大家さんのことを親身になって思ってるのは私だけですよ。本当ですから。いやどうも長いことお世話になりました。どうも。さらば。ちょっと待ちなおい。もしせっかく来たんだから上がってったらどう。それがね上がれないんですよ。いや別に私が上がっちゃったから後のもんが羽織を着てこられないってそういうことはないんですよ。いやその辺のとこはよくわからないけどね、じゃあなんでお前さん上がれない。あ実はなちょっとはばかり行きたい。なんだよはばかりだったらうちの使ったらいいだろ。それがねさっき長屋の教頭便所からねぜひ金ちゃんに来てほしいと電報がありますけど。さようなら。バカ、こんなドジな野郎はな、羽織をこっちへ貸してみろこっちへな。な工場ったらトントンってやるんだよ。ヘルが早いか出るが早いか見とろ、お前江戸っ子の工場ったの見したら、こんにちは、はいはい、さいなろ。早いねお前。番頭さんちょいとこっちへ来てごらん。えお前さん長屋の衆に余計なこと、いや隠したってダメだい。ごらんよ、あそこでもって一枚の羽織すっぱりっこして、私ああいうのを見ると涙ぐんでくるんだ。おいおい今日は無礼講だよ。え羽織はいりませんよ。えあめっかっちゃったよ。おい羽織いらねえんすか本当に。なんだよおい羽織いらねえんだったよ。これどうしよう。いいよ同盟してちゃう。みんな行くよ。おはようございます、おはようございます、おはようございます。さあさあさあどんどん上がっとくれよ、六さんも源さんも、あそれから金ちゃん、さっきはご苦労さんだったね。それもういいからね。それやると私の顔がおかしくなる。あテルさんこっちへ来てくれよ。私はお前さんにお礼を言わなくちゃいけない。近頃なんだってね、うちの子供はよくお前さんとこに遊びに行くそうだね。なんだかわからないけどね、うろちょろしてますよ。あそう、いや今うちの子供は一番聞かない盛りだ。私が小言を言ってもダメなくらいだい。まあお前さんのとこ行って悪さをしてね、もしそういう時があったらね、大家の子供そんな遠慮はいりませんよ。手挙げてもらっても構わないから。もうやってますから。あもうやってる、やってますよ。これでも自分時にねシャリやごと思ってシェルに火を起こしたんですよ。そしたら大家さんとこのガキ、いやお坊ちゃんがねおいでになりましてね、おいちゃんあたいのおしっこでこの火を消してやろうかって、こういう粉まい結構なことをおっしゃるもんですよ。お坊ちゃんのおしっこじゃこの火は消えませんよと私が優しくおっしゃったね。ところがこんなの消えらってんでね、可愛いのを出すってとチューッとやったもんですから、今までカッカッカッカ燃えてた火がジュク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 って消えちゃった。へからしは無定尺に触れましたからね、お坊ちゃんちょいとこちらへいらっしゃいと手元に引き寄せておいて愛のムチを三つばかりゴンゴンゴンと。テルさんそうやってね手を挙げてくれる、これが一番子供のためだ。やっぱり何かい、原稿でか、いいえ鉄パイプ。金の大学でございます。
sau cơn mưa đêm em đã làm gì giờ, khói thuốc lăn lăn nhì giờ, anh chỉ muốn một đêm này không ngày ấy muốn gì si. Yeah yeah em muốn là quay mà sao mà em đã còn đi nhưng mà ba mươi anh không thể giữ được bên mình, và bao nhiêu người xấu đang ghen tị và những người mấy mà quên rồi vẫn là con má nằm bên tôi, rất chỉ con má đang mong trôi. Yeah anh chẳng thể giữ được cho em nhiều điều. Mấy con mắt điều điều em mới không muốn nhé, yeah. Em mới không muốn nhé, yeah. Em không muốn bên anh như khi em muốn mãi bên anh. Em chẳng muốn say nhà để là bước mắt em cần anh. Yo mắt em mới mơ đâu mới mơ, chỉ cần anh say đến anh ai. Em không muốn mãi chỉ cần anh. Mắt em mắt sâu và em muốn đêm nay em đã trôi ta bên qua cảm xúc như cơn mưa kia đang. Nỗi buồn như anh, không ngờ như em. Giờ ta không bên nhau, xa rồi. Chỉ còn cơn mưa cứ đang nhạt trôi và em xa rồi. Chỉ còn anh đêm nơi cơn mây mờ thôi. Yeah. Mắt anh đã mở đi mascara, môi hồng như em Grasada. Yeah. Bạn em như có AK, quả hoa là ta 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 ta. Anh bay lên trên trời cao, không ngờ ngăn đau. Chỉ mà vì sao mọi thứ còn đây? Yeah, yeah. Chỉ cần như anh mà bao nhau, xoay mẹ đêm mà xuống, anh em anh ta cùng chơi nhưng mà cô.